ということで、今日の報告です。今日も、9時10時になりましたね。朝を印刷しようと思ったらまたパソコンの調子がおかしいというね。パソコンの調子がおかしい。何かの罰なんでしょうか。わかりません。でちょろっとあれです。でずっとなんか。カラオケ以来ずっと動いてます。毎日出ると、毎日出ると毎日風呂に入るから、毎スキンケアをして肌の花粉の肌の調子がいいってなんですけど、足は相変わらずストレスで痛いという。丸25時半まだ空いてるでしょうか。ジュースでも買いたいところですけど、今日はエクスペリアと通信の時点と本当の時点と東京電機大学のなんか情報なんか試験のあれが全部100円の本でした。100円の本を切るかどうか迷ったんです。切らないです。早くやったら早くやった方がいいかなと思ったんですけどね、なんか楽をしているような気がしてしょうがないんですよね。楽をすると後々付けが回るんじゃないかという脅迫観念、恐怖に襲われています。楽をするといけない、苦労をしないといけないという自分に課した罰みたいな。しかし切った方がなんか一枚一枚の価値が上がるはずです。池袋の方、なんか携帯の本を、あの携帯の佐野なんとかさんという著者が東工大卒だと、ちゃんと日本の大学出てるんだと感心しましたね。大津の短大とか本当の書いてある。まあ100円、別にパソコンにこだわらなくていいですけどね。まあ200円の方買ってもいいんですけど、まさか100円にこだわる。今まで買えなかった分印刷代とどっちが高いかなと思って、印刷はなんか英語ですからね。ということで、ちょっと昨日はエロ本を買った報告までしなくていいと思います。 AV は買ってないですけどね。最近エロ漫画を買っちゃいましたね。昨日コンビニで、僕も安心してください、履いてます。安心してください、脱いでます。安心してください、解いてますですけど、まあ昔からエロ漫画があったということなんですけど、まあその点はまあ僕も普通なんですけどね、たまにエロ本買うというということなんですけど、ということで、なんか深夜のマックは寂しそうで、あれですね、もうバリバリ元気なら深夜でもやるんですけどね、もしくは4、5時間、もしかして AV 見てないせいなんじゃないかと思ったりしてますけど、いや、違います、AV を見てないせいで、割と元気なのかもしれませんね、元気かどうかし。もう十何日連続やってます。まあやる時間はちょっと短いあるんですけど、今日もなんかもうアップロード回数1回にしたいからいろいろ考えたんですが、やっぱり2回で分けた方がいいかなと思って、もったいないって福山さんとかしなくて、顔を取らないのがもったいないって、ラジオ録音しないのがもったいない。MIT でシステムバイオロジーの講義やってたんで、それをバックに合わせて、なんか IC レコーダー買おうと思ったんですけど、また IC レコーダーが壊れてパーになることを避けたいんで、ちょっとテープで100本ぐらいテープを取ろうと、意外とテープがいいで、時期カセットテープ、また IC レコーダーも千何時間取れるっていうけど、その機械が壊れたらパーですからね、本当に。いい加減にしてほしいって。まあ、お互い様ですからね、いい加減にしてほしい。ということで、昨日も
今日も軽くやったはずなんですけど、なかなか軽くやって体調を整えて、いつも言ってますね、いつも悪い悪いと言いながら十何日働くという。ではさようなら。